選手村の中でもきちっとしたコロナ対策を講じていますので、その上で、選手の場合にはほとんど毎日原則として検査を受けることになっております。したがって、陽性者が出ても、それは直ちに隔離されますので、あとは濃厚接触者がいるかどうかというそういう、ことになります。我々は選手村の中でも安全安心というものを確保するためにあらゆる対応を講じているということであります。苦しんでいる人たちをね、それをこう支援するというよりは、むしろ現実にはね、このコロナの被害っていうか、それをまあ広げていく、そういう役割しか果たしていないっていうふうに、僕なんかは思ってます。これだけ反対の声がありながら、まだやる気だっていう組織委員会や政府に、すごい IOC などに、すごい怒りがあって、そういう気持ちで来ました。